皆さんこんにちは、世界のサナです。今回は去年に引き続きオーストラリアオープンに来ています。今年2024年のオーストラリアオープンは1月の14日から28日まで開催されているんですけど、その前に予選の試合がたくさんあって、ちょうど昨日1月8日から予選が始まりました。でも昨日はメルボルンらしく雨だったので、全ての試合がリスケジュールになってしまって、今日1月9日にたくさん試合が行われている形です。で、今回私たちはその予選から来ることによって、たくさんの有名な選手が身近で見れたり、練習風景も見れたりするので、予選から参戦しています。で、なんとさっき大坂なおみ選手も見ることができました。予選の時期から来ることによって、すごい倍率の高い席とかでしか身近で見れないような選手が身近で見れたりするので、予選から来るのをすごくおすすめします。今日予選1日目なんですけど、もう人も結構前回 そのマッチやってる時よりも少なくて、すごい予選から来るのいいなって思いました。この予選の期間は入場が10ドルで入れるので、まあ、そういった意味でもすごいお得だなって思います。で、私はもう今回予選から28日の最終日まで楽しむ予定なので、たくさんの日本選手の応援に行ったりとか、あとオーストラリアオープンの会場の紹介をしていきたいと思います。オーストラリアオープン1日目会場の雰囲気と日本の選手の試合を今回は紹介していきたいと思います。今プレイエリアみたいな場所にいます。卓球で遊べる場所もあります。オーストラリアオープンはテニスコートだけじゃなくて、こうやってたくさん遊べる場所があります。めちゃくちゃ楽しめます。そして私はお腹が空いたので、今ピザを買いに行ってきました。このドッグピザはめちゃくちゃ美味しいピザ屋さんで、前にパースで食べたことがあって、まさかここで売ってたので、17ドル、これだけでめっちゃ高い。Thank you.
おめでとう。またね。おめでとう。